本日は、わっしょい、下町さんでなげんさんです。本日は、なんだろうな、墨田区を代表する、まあ、ある意味一番代表する建物、施設をちょっとね、見てみるのだ。多分、なんだろうな、まあもう雰囲気がね、こういう物々しくなってるんで、まあ分かる人は分かるでしょう。本当にね、一番代表する建物なんだけど、意外とね、路地裏とは言わないかな。でもまあ、大通りではないとこに、割と狭い道に面してて、なんでここにあるんだろうくらいな感じなんだけど、だけどまあなんだろうね、さっきも言ったけど、もうだんだんね、物々しい雰囲気になってるんで、まあ、もうなんかすごいとこ行くんだろうなって雰囲気がなってるのだ。まあ、もうお分かりでさあね。墨田区役所、この赤いなんだろうなアートがゲートみたいになってて、さあこっからですよみたいな感じもしないでもないけど、多分そんなことはないんだろうな。はい、墨田区役所行っちゃいます。なぜかコピー機が目立ってる。まあ、情報コーナー、いろんな本とか、本っていうか、墨田区にまつわるなんかいろんな情報誌が置いてあるコーナーだね。なんか俺いいね。自宅の庭とか、壁とか、こういうとこに緑をたくさん置こう、的なコンテストだね。データ。最近もこれ一色だね。漫画家の明日のジョーとかね、書いた千葉哲也さん、墨田区の出身ということで、これ全部折り紙なんだけど、折り鶴とかいいのか、まあ千羽鶴みたいなものだね。鶴がたくさんあって、この鶴の絵を、まあ、鶴で絵を作ってこの壁に展示してんだけど、いろんなのずっとね展示してんのね。でまあなんだろう、季節によって変わるのかな、時々変わるんだよね。で最近はでもなんかね、千葉哲也さん一色の千葉哲也カラー爆発みたいな感じです。なんかね最近ほんとね、千葉哲也ね張り切ってるよこの句は。お、エレベーター動くんだね。ほら、あそこにも千葉哲也のポスターとか貼ってあるじゃん。千葉哲也でまあ盛り上げよう的なことなんだろうね。ママのポスター、とりあえずね、1階はね、そんな見るとこないんだよ。まあ、かといって2階もそんなにあるわけじゃないんだけど、ここにね、ホールがあって、今は閉まってるけどね、ここで結構いろんな、ちょっとした催しとかよくやってる。あ、ここ
構有料なんだね一応ね、うん、でここが前一回映したと思うんだけどな、裏庭っていうのかな、裏側になる。でこの置物はね不思議なんだよね、これ多分天秤なんだよ、左側のなんかの建物と右側でそれを引っ張る人で、それを見守る犬狼なんか分からんけど、で天秤は卵が軸になってると。で手を触れないでくださいって書いてあるんだけど、触れたらどうなるのか楽しみなんだけど、多分触れちゃダメだろうね。あとね、見るべきところはね、あら、こっちは普通に水筒、どこ行こうとしてたんだっけな、ちょっと待てよ、一回消そう。分かった分かった、ちょっとねこっちだ、結構社食っていうのかな、レストランとかあるんだけど、区役所ってね、ここにもあるんだ。水上バスの売り場になってんだね。水上バスのチケット売ったりお土産になってて、県カフェみたいになってるところがある。おー、でも考えてみりゃなんで区役所にって思うけど、考えてみたらすぐ出て裏はもう隅田川だからね、確かにここで売っててもおかしくはない。うん、なんかさ、江戸川区の区役所もあったな、中央区だったかな、まあ、結構ねさっきも言ったけど、区役所の中に食堂があって結構安かったりするんだけど、今のカフェね、墨田区はなんとねカフェと食堂両方あるんだよ。やってないかな、やってないかもしれないな。墨田区のレストランを行ってみようか。結構面白いメニューがあったんだけどな、ここは。今もあるかな。ないな。なさそうだな。もう今日は終わってる。いいね。真っ暗だし。今週のカレーはこれじゃないな。昔ね、スミちゃんカレーってね、隅田をちゃんと元気にしようとか、なんかよくわかんないけど、そんな名目の
カレーがあったんだよ。スミちゃんカレー、あんま人気なかったのかね。多分スミダク的にはこれで盛り上げようってことだったんだと思うんだけど、なんかなくなっちゃった。結構うまかったイメージあるけどな、スミちゃんカレー。さあ一回出てみるよ。あ、いいね、こういう模型みたいな。すげえ、アサヒビールはやっぱり金色なんだ。出なくてもいいのか。まあいいや、出るか。ちょっとね、よく道がわからん。こういう高いビルに来るとね、大体わしの場合高齢なんだけど行っちゃうのだ。確かここら辺だったと思ったな。役所ってこういうモニュメント多いよね。あったあった、すごいね。区議会直行なのかな、これ。区議会のいろいろ出席者リストみたいに載ってる。まあでも私の目的はこれじゃないのだ。まあこんな感じなのだ。最上階、墨田区役所の最上階。景色いいね。こっちは北？南か。南だから、なんだろうな、そこ佃？あれ多分東洋町だよな、イースト21だよな。佃かな。まあ高いとこによく登るね、わしね。果たしてでも本当に登ってきていいのかな。でも別に普通の区役所の普通のエレベーターだからな、来ちゃいけないってことはないよね。まあいいや、とりあえず今日はこの辺で終わっとこうだ。これでいいのだ。